フリスト・ゲオルギエフ・ヨボフは、ブルガリアの元サッカー選手、現サッカー指導者、元ブルガリア代表。ポジションは MF。1994から95シーズン、18歳を迎える前にして、PFC ・レフスキ・ソフィアでトップチームデビューを果たした。その試合は1995年8月22日に、 行われた UEFA カップ1995から96の FC ディナーもブカレスト戦であった。その後、56試合に出場し19得点。1998年1月に TSV1860 ミュンヘンに移籍した同月31日のハンザロストック戦で59分にホルストヘルトに代わって出場し、ブンデスリーが初出場となるが、その後は ベンチ生活が続きリーグ戦出場は9試合に止まった。ブンデスリーガで挙げた唯一の得点は同年10月3日の 1FC ニュルンベルク戦でアウェーながらこの試合は5から1で対象している。1999年1月にレンタル遺跡で PFC ロコモティフソフィアに加入するとチームの中心選手となった。2月26日のリテックスロベチ戦で 初出場をすると、3月6日の FC ミノール、ペルニク戦で、初得点を飾った。2000年1月、リテックスロベチ2遺跡。3月4日の PFC ドブルジャドブリッチ戦で、初出場。1週間後の FC ピリンブラゴエブグラと、戦で、初得点。1999から00シーズンは12試合9得点で、終えた。2000から01シーズンは、 ゾラン・ヤンコビッチとのコンビネーションで全試合合合わせて20得点の結果を残した。ウチブルガリアカップでも3得点し、同敗優勝に貢献した。2002年8月15日の UEFA カップ2002から03、FKA アトランタス戦で2得点し、同敗初得点を飾った。2005年12月2日のオリンピックマル声優戦では、鮮烈な決勝点を決め、 サポーターやジャーナリストから宝石屋と呼ばれるようになった。同年の UEFA カップ2005から06では準決勝まで進出し、翌年の UEFA チャンピオンズリーグ2006から07でもグループステージに進出、ブルガリアのクラブとしては初めてのことだった。2008年1月4日、アリスリマソウル FC に10万ユーロ程度の遺跡金で遺跡。 監督の構想外になっての遺跡であった。キプロスファーストディビジョンでの初出場は12日のエスニコスアフナ FC 戦で17分にラウレンチュリニチャと交代し初出場。14試合に出場しエヌシスネオンパラリムニ FC 戦で唯一の得点を挙げた。しかしクラブは2部に降格したため相互の合意の上で契約解除した。2008年6月3日。 アポロン・ディマ・ソウルに2年契約で移籍。11月23日のアノルトシス・ファマグスタ FC 戦で初得点。2009年2月2日にレフスキ・ソフィアに復帰。背番号は10番となり、3月4日の OFC ・ビフレン・サンダンスキ戦で初出場。PFC ・ロコモティフ・プロブディフ戦では開始18秒で得点を決め。 ブルガリアプロサッカーリーグ最速記録となった。同シーズン、レフスキソフィアはリーグを制覇した。2009から10シーズンは UEFA チャンピオンズリーグ2009から10のウエサンジュリア戦で初得点。12月18日に行われた UEFA ヨーロッパリーグ2009から10の SS ラツ予選では決勝点を決めた。また、リーグを3位で終えたことにより、 UEFA ヨーロッパリーグ2010から11の予選出場権を獲得。このシーズンの彼は13得点を挙げ、チーム内の得点王となった。2010から11シーズンはヨーロッパリーグの弾道区 FC 戦で始まった。彼の11分の得点を皮切りに6得点し、解消した。2011から12シーズンにも引き続き不動のスターティングメンバーで、 23試合8得点の結果を残したが、3月15日のブルガリアカップ、ロコモティフ・プロブディフ戦、4月2日の PFC ルドモラツ、ラズグラト戦では退場となった。2012年7月19日に行われた FK、サラエボ戦に出場したことによって、エリントップザコフが持っていた UEFA 主催試合ブルガリア人最多、出場記録を塗り替えた。最終的には、 レフスキーソフィアで50試合、リテックスロベチで16試合に出場したため、UEFA 主催試合出場記録は66試合となった。2013年5月6日にプロリーグ300試合出場を達成。1998年から2007年にかけて29試合に出場した。2011年、故郷スボゲの市長選に出馬し、3位となった。ありがとうございます。